奴はまだ目覚めたばかりで本庁しやねえはずだ。さあこの時が最初で最後のチャンスだと思え。 奴を前に油断できる時をよ。もっともの意見だ。チェゲラッチョ。ナルト、今のわしとお前では微重化できる時間はそうは長くはねえ。分かってる。さっさと決めんぜクラマ。この世界でもがいても価値はない。この世界に希望など お前も所詮無力な忍びだ。お前もいや誰でもいずれ俺のようになる。俺はおめえのようにはならねえ。俺がなりてえのは木陰だ。しぶとい奴らだ。十尾の力は温存したかったが、やむを得まい。少し攻勢に出るか。
よせナルト。この状況で影分身は意味がない。所詮は烏合の衆。これでもう烏合の衆じゃねえ。今ここにあるのは忍び連合軍の術だ。 この術でぶっ倒す。この世界は終わらせる。本部より連合軍に通達。各々ここが勝負の時だ。事前に伝えた作戦を遂行し、準備を追い込め。行くってばよみんな。 これで終わりなどと勘違いしてるわけではあるまいな。くそ。
頭を狙うか。まるでお前が考えそうな策だな。で、今からでは逃げ切れない。どうする？やるべきことを最後までやるだけだ。命、戦場のみんなとつなげてくれ。みんな、聞いてくれ。 連合の頭は潰した。まあ基本だな。で、次はどうする？続きだ。奴らに絶望を教える。丁寧にな。奥田、刺し木の術。 仲間は殺させないんじゃなかったのか？ すべて偽りになる。ナルト、この現実に何がある？現実にいる必要がどこにある？いい加減こっちへ来い。 ネジ兄さんが言った。ナルト君の命は一つじゃないって意味。わかる。仲間は絶対殺させない。その言葉も信念も偽りじゃない。それを胸にちゃんとやって。
てのけたの。ネジ兄さんはナルト君だけじゃない。皆がそうやってそのことが思いと同じものを胸にお互いに命をつなぎ合ってる。だから仲間なの。その言葉と思いをみんなが諦め捨ててしまったらネジ兄さんがしたことも無駄になる。それこそ本当に仲間を殺すことになる。だから私と一緒に立とう、ナルト君。まっすぐ自分の言葉は曲げない。私もそれが人道だから。そうなんだな。父ちゃんと母ちゃんだけじゃねえ。俺の命は一つじゃねえ。ひなた、ありがとう。お前が俺の横にいてくれたおかげだ。もういい。見ててくれ。行くぞ、ひなた。あれは九尾チャクラ。ほう、ナルトのガキめ、キュービチャクラを渡すことができるのか。今さらそのようなことをやったところで。影分身の術。違って俺は繋がってたもんを切りたかねえし、切られたくもねえんだよ。やはり貴様は幼稚だ。仲間の死の痛みを繋がりとのたまうなら仲間を守る必要もないはず。そういうこと言ってんじゃねえんだよ、ヘレクツバカ。仲間とのことならどんだけ痛くても我慢するっつってんだ。それを捨てたくねえって言ってんだ。わがままかもしんねえけど、ここに仲間がいねえのが一番痛えんだよ、俺は。以上。で、それが何だというのだ。何？こうして俺たちを引きずり落としたことは褒めてやる。よくやった。結局は何も変わらない。むしろ厄介なものになったかもしれない。唯一つながっていた俺と十尾を切るからだ。抑えが効かんぞ。十尾を今度こそ消す。選べたよ。それは俺も同じだ。だぞ、こっちを頼む。